昭和芸能スターチャンネル、またクーデターを計画しているのでしょうか。県職員 OB たちが復讐に動き出し、斉藤元彦知事を引きずり下ろそうとしているとされる問題をご存知ですか。今回の動画では兵庫県知事である斉藤元彦氏が直面している深刻なクーデター疑惑に迫ります。この疑惑の背後には県職員 OB たちによる組織的な妨害行為があると言われており、斉藤知事の改革政策が既得権益を脅かしていることがその原因とされています。さらに選挙で得た圧倒的な支持を背景に進められる政策がどのように利害関係者たちの反発を招いているのかを探ります。また問題の核心となる県庁再整備計画についても取り上げます。阪神・淡路大震災から得た教訓が十分に生かされていない現状や計画が進まない背景にある利権問題について詳しく解説します。県民の命を守る防災拠点としての役割が問われている一方で、これを阻む勢力の思惑が絡み合う複雑な状況を明らかにします。さらにメディアがこの問題をどのように扱っているのかについても触れます。主要メディアの沈黙やデジタルボランティアたちの活発な情報発信がこの問題にどのような影響を与えているのか、情報の真偽が問われる中で誰がどのように利益を得ようとしているのかを見極める視点を提供します。この動画では兵庫県政の闇とそれを取り巻く複雑な利害関係を分かりやすく掘り下げます。県政の透明性が問われる中、何が問題の本質なのか、私たちと一緒にその真相に迫っていきましょう。それでは斉藤元彦知事と兵庫県知事選挙にまつわるクーデター疑惑について掘り下げていきましょう。兵庫県知事選挙は長い政治の歴史の中でも注目を集めた出来事でした。その背景にあったのは斉藤元彦知事が多くの支持を得て再選されたことだけではなく、当選後に巻き起こったクーデター疑惑です。こうした疑惑は選挙という民主主義の基本を脅かす要素を浮き彫りにし、同時に県政を取り巻く複雑な利害関係を映し出しています。斉藤知事が直面するこの問題は県政に深く根付いた権力闘争を象徴しているとも言えます。当選後斉藤知事に対する抵抗運動が発覚しました。この背景には県職員 OB や一部の関係者たちによる斉藤知事の失墜を目論む文書の送付がありました。彼らは斉藤知事が推進しようとする政策や改革に不満を抱き、その不満が行動に転じたものと考えられます。特に県庁再整備の見直しや天下り制度に対する姿勢がこうした反発を招いた一因となっています。兵庫県知事選挙はただの選挙ではありませんでした。それは政治的な緊張が積み重なった場であり、斉藤知事が再び知事の座に就くことが一部の勢力にとって脅威となっていたことを浮き彫りにしました。県職員 OB たちが起訴したとされるクーデターはその一例です。具体的には知事の地位を不安定にしようとする文書を知事の周囲に送付し、斉藤知事の信用を失墜させる戦略が取られました。このような行動は県政を混乱に陥れるものであり、また公職者としての基本的な倫理観にも反しています。これらの動きの根底には既得権益を守ろうとする旧来の体制と新しい視点から改革を進めようとする斉藤知事の間の対立が見え隠れします。特に OB たちが長年にわたり形成してきた利権構造が崩されることへの危機感がこうした行動を促したのではないかと推測されます。知事選挙において圧倒的な支持を得た斉藤知事にとってこのような勢力との対立は想定外ではなかったかもしれませんが、それでもなお衝撃的な事態であったことは否めません。一方でこうした問題が表面化したことは県政に新たな課題を突きつけています。それは行政の透明性や県民への説明責任の強化です。クーデター疑惑を否定するにしてもまた肯定するにしても、これらの問題は兵庫県という一地方自治体における政治が抱える課題を象徴しているように思われます。県職員 OB によるこうした動きは単なる内紛ではなく、地方政治の根幹を揺るがす可能性を秘めています。斉藤知事が掲げる政策とその実現のための取り組みがこの鮮度のように進むのか、
彼に対して向けられる支持と抵抗がどのようにバランスをとっていくのか。この疑惑は今後の兵庫県の政治的風景を語る上で欠かせない一章となるでしょう。次は現職 OB による反対行動とその動機についてです。斉藤元彦知事が兵庫県の舵取りを担う中、その動向を注視していたのは県民だけではありませんでした。県職員 OB を中心とする一部の勢力が知事の政策に強い反感を抱き、その結果として組織的な反対行動を開始しました。この反対運動の背景には長年築かれてきた既得権益や県政内部での利害関係が絡んでいます。それらを守るための動きが今や斉藤知事を直接的に攻撃する形で表面化しているのです。この行動の核にあるのは OB たちが持つ既得権益の保全に対する強い執着です。昭和芸能スターチャンネル、特に斉藤知事が掲げる県庁再整備の見直し案や天下りの抑制がこの勢力の利害に直結していました。斉藤知事は選挙中から既存の構造に風穴を開ける改革派としての姿勢を明確にしており、それが多くの県民から支持を得る一因となりました。しかしその一方で、これまでの制度や観光の恩恵を受けてきた者たちにとっては斉藤知事の存在自体が脅威であり、失脚を図るべき対象だったのです。反対行動の具体的な手法として注目されたのが、知事を貶める目的で作成された文書の送付です。この文書は斉藤知事が推進する政策を批判し、彼の信頼性を損ねようとする内容でした。このような行動は表向きは県政に対する正当な意見表明のように装われていますが、実際には自身の利害を守るための策略であり、県政全体の透明性を損なう行為にたなりません。さらに問題となるのは、この文書が斉藤知事に限らず周囲の人々にも心理的な影響を与える可能性がある点です。政策の遂行を妨げるだけでなく、県民の間に不信感を広げることで斉藤知事の支持基盤を揺るがそうとしています。これは民主的な選挙で選ばれた知事に対する間接的な挑戦とも言える行為であり、政治的な安定を損なう危険性をはらんでいます。 OB たちの動機を考えると、斉藤知事の政策が彼らにとっていかに不都合であったかが浮き彫りになります。彼らが特に反発しているのは県庁の再整備計画の見直しに関する部分です。この計画は長年の慣習や県政内部の人事システムにメスを入れるものであり、斉藤知事が掲げる透明性や効率性の向上を目的としています。しかしこれは同時に従来の特権的な地位を脅かすものであり、既存の秩序を維持したい勢力にとっては受け入れがたいものでした。またこうした行動の背景には単なる利権の維持を超えた複雑な思惑も絡んでいます。例えば一部の OB たちは斉藤知事が選挙で圧倒的な支持を得たにもかかわらず、その政治的手法や決断力に疑問を抱いています。これは彼らが過去の県政運営において持っていた影響力を失ったことへの不満や焦燥感の表れでもあるでしょう。これらの反対行動は表面的には斉藤知事に対する批判の形をとっていますが、実際には長年の慣行を守りたい勢力の必死の抵抗を象徴しています。彼らが仕掛けた動きが今後どのように展開していくのかは未知数ですが、この問題が示しているのは県政に根深く残る構造的な課題そのものです。このような状況が続く限り、兵庫県の政治における変化は容易には進まないかもしれません。次は阪神淡路大震災の影響と県庁再整備の必要性についてです。1995年に発生した阪神淡路大震災は兵庫県に甚大な被害をもたらしました。この震災をきっかけに多くの公共施設が再建や補強を余儀なくされましたが、その過程で県庁舎の再整備をめぐる問題が浮き彫りになっています。震災から約30年が経過した現在でも県庁再整備の必要性について議論が続いている一方で、これに関連する利権問題や不透明な決定プロセスが新たな火種となっています。兵庫県庁舎は震災後の復興の象徴として、その重要性が再認識されました。しかし現在の県庁舎は老朽化が進んでおり、
防災拠点としての役割を果たすには十分な耐震性能を欠いているとの指摘が相次いでいます。このような状況にもかかわらず、県庁再整備計画が進まない背景には、県政内部の意見の対立や資金不足、さらには一部勢力の反対が影響を与えています。特に県庁再整備をめぐる利権構造が問題視されています。震災を経験した地域では防災への意識が高まる一方で、施設整備に伴うコストの負担や利害関係者の思惑が混在することが少なくありません。兵庫県の場合も例外ではなく、県庁再整備に関連して建設業界や県職員OB、一部の政治家が密接に関与しているとみられています。このような構造は県政に透明性を欠く決定をもたらし、県民の信頼を損ねる要因となっています。阪神淡路大震災の教訓を生かすためには、行政が率先して透明性を確保し、防災拠点の整備を迅速に進める必要があります。しかし実際には再整備計画が利権絡みの問題に阻まれている現状が浮き彫りになっています。例えば再整備に関わる企業の選定や資金の使途について不明確な部分が多く指摘されています。さらに過去の震災での教訓が十分に反映されていないとの声もあります。震災後の復興プロセスで得られた多くの知見が現在の政策に反映されていないことは県政の課題として重くのしかかっています。防災拠点の整備は県民の安全を守る上で最優先されるべき課題であるにもかかわらず、これを阻む要因が複数存在しているのです。特に既存の利権構造や内部の対立が政策決定を遅らせている点は県民にとって深刻な懸念材料です。また震災の記憶が薄れつつある中で防災への意識が低下している可能性も見逃せません。震災当時に防災の重要性を痛感した世代が減少しつつある一方で、新たな世代への教育や啓発活動が十分に行われていない現状があります。このような背景が県庁再整備計画の停滞を助長しているとも言えます。現状では県庁舎が防災拠点としての機能を果たせないまま放置されるリスクが高まっています。震災後の復興プロセスで見られた迅速な対応とは対照的に、再整備計画における遅れは県政全体の課題を象徴しているように思われます。このような状況を放置すれば、いざという時に県庁舎がその役割を果たせず、県民の命や安全が脅かされる可能性が否めません。阪神淡路大震災という大きな教訓がありながら、それを十分に生かせていない現状は県政の無策を浮き彫りにしているようです。再整備計画を進める上で県政の透明性を高める取り組みが不可欠であり、震災の記憶を風化させないための具体的な行動が求められています。最後にクーデター疑惑とそれに絡む利権問題、そしてメディアの役割についてです。兵庫県の政治が揺れる中で注目されているのは、斉藤元彦知事に対するクーデター疑惑です。この疑惑は単なる反対勢力の動きにとどまらず、利権問題や県政の不透明さを巻き込んでいます。その背後には権力争いと利益の配分をめぐる陰影が見え隠れします。これらの問題が明るみに出るにつれ、県政への信頼が揺らいでいる現状が浮き彫りになっています。まずこのクーデター疑惑は、表面上は知事の政策に反対する正当な意見表明のように見えるかもしれません。しかし実際には県庁再整備や関連する事業をめぐる利権問題が深く絡んでいます。一部の県職員 OB や関連企業が斉藤知事の掲げる改革によってこれまでの利益構造が崩されることを懸念し、その防衛策として動いている可能性があります。特に注目されているのは、建設関連の契約や発注に絡む不透明な勢力による抵抗のように見えますが、その実態はより複雑です。一部の利害関係者が自らの利益を守るために陰で動いている可能性が指摘されています。具体的には、県職員 OB や関連団体が斉藤知事の掲げる政策改革を妨害しようと策動していると言われています。このような行動は表向きは政策批判のように装われていますが、
実際には利権を維持するための策略であり、県民にとっての利益とは乖離しています。特に利権問題がこの疑惑の根幹にあると考えられます。斉藤知事が進める県庁再整備計画は過去の利権構造を崩す可能性を秘めており、それが反対勢力を刺激しているようです。これらの勢力は既存の利権ネットワークに基づき、自らの影響力を保持するために知事の地位を脅かす行動に出たとみられます。このような動きは県政における透明性を欠如させる要因となり、結果として県民の信頼を大きく損なうものです。さらにこの問題を取り巻くメディアの役割にも目を向ける必要があります。現状では一部のデジタルボランティアや独立系メディアがこのクーデター疑惑を取り上げているものの、大手メディアは静観しているように見受けられます。こうした状況は情報の流通や報道の自由に関する懸念を生じさせます。疑惑の裏付けが不十分であることを理由に、主要メディアが報じることを避けている場合でも、疑惑そのものが県政に与える影響を無視することはできません。またこの疑惑がネット上で拡散される中で真偽不明の情報が飛び交うリスクもあります。デジタルボランティアが果たす役割は重要ですが、それが同時に偏った見解を助長する恐れもあります。メディアが適切に事実を確認し、公正な視点から報じることが求められる中で、大手メディアが沈黙を続けることは県民にさらなる混乱をもたらす可能性を高めます。このようなクーデター疑惑が浮上する背景には、県政内部の構造的な問題が存在していると言えるでしょう。透明性の欠如や利権構造の根深さが疑惑をさらに複雑にし、問題解決を難しくしています。疑惑が表面化するたびに県政の課題が再認識される一方で、その解決に向けた具体的な行動が伴わない現状は県政全体の信頼を損なう悪循環を生んでいます。こうした状況下で県政がどのように立て直しを図るのかは明確ではありません。ただ現在のような不透明な状態が続く限り、クーデター疑惑や利権問題は再び浮上し、県政の足かせとなることが予想されます。情報の公開と説明責任の徹底が求められる中で、利害関係者の間でどのような合意が形成されるのか、県民は注視する必要があります。本日の動画では斉藤元彦知事に対するクーデター疑惑と、その背後にある県職員 OB や利権構造、さらには県庁再整備計画の課題について掘り下げてお話ししました。この問題は単なる政治の内紛ではありません。それは県民の未来や安全を左右する重要な課題であり、透明性の欠如がさらなる不信感を生んでいます。私の考えでは、こうした利権構造や既得権益を守ろうとする行動は県政全体の発展を大きく阻害していると言えます。災害を経験した地域で防災拠点としての機能を担う県庁が、こうした争いの中で適切に整備されないままでいるのは深刻な問題です。県民にとって何が本当に必要か、それを第一に考えるべきではないでしょうか。皆さんはこのクーデター疑惑や利権問題についてどう思いますか？知事が掲げる政策やそれに対する反発、また今回の議題を取り上げるメディアの姿勢について、ぜひご意見をお聞かせください。コメント欄で皆さんの考えや疑問を自由に共有していただければ幸いです。またこの問題に関してもっと詳しく知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をして次回の動画もチェックしてください。今回の議題が少しでも多くの方に関心を持っていただけるきっかけとなれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。